始まりました、バンバ塾。皆様こんにちは、高橋ゆみです。今回私が予想するのは10月29日日曜日に開催される北見記念でございます。19時55分10頭の出走予定です。指定負担重量は850キロから890キロとなっております。3歳以上のレースとなっているんですが、今回は6歳から9歳馬が出走ということで、まあベテラン揃いとなっております。そして去年はですね、1着が青のブラック、2着にゴールデン風神、3着に北野裕次郎と、1番人気、6番人気、4番人気という結果でした。そして去年、1着の青のブラックが今年も出走予定でございます。連覇になるのかとなってきますが、そこに立ちはだかるのは最強のライバル、根室ボブサップです。しかもですね、今回、9番10番と並んだ枠順となりました。まあ注目すべきはこの2頭かな。青のブラックと根室ボブサップ、この2頭なんじゃないかなと思います。ただですね、その2頭、まあずっとこうライバルでやってきたんですけど、10キロ差ぐらいの負担重量でしたが、今回はですね、それが20キロ差になるんですよ。それがどう出るかと、その20キロがどのくらいの影響を及ぼすのかと、まあそこになってくるかなと思います。ということで、私の買い目はまずはこちらです。はい、3連単、まあ、9番のですね、根室ボブサップを軸にしまして、ここに10番の青のブラック、そして1番の目白剛力インビクタと、ここをちょっと折り返してですね、3連単で4点 ×200円、計800円とこちらを購入していきたいと思いますが、ちょっとね、そのね、目黒ボブサップだけ軸でいいのと日和まして、こちらも購入したいと思います。9番10番目黒ボブサップ、青のブラックからのこの目白剛力インビクタ、そしてこの2頭ですね、はい、6点 ×300円の馬単、計1800円、こちらも購入しようかなと思っております。まあでも一番人気は、まあ目黒ボブサップになってくるんじゃないかなと思います。ずーっと1着1着1着で来てますし、まあ負担重量的にも今回経験したことある負担重量でもありますし、そこまで大きいダメじゃないのかなと思っております。ということで、ちょっと今回買い目多くなっちゃうかな、いやこちらで勝負していきたいと思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。そしてちょっと最近ね、大気が不安定になっていて、関東の方でも急に雷が鳴ったり氷が降ったりとなっていて、まあ北海道の方でも、まあ雨が降ったりして、馬場状態がどうなるかっていうのも分かりませんが、晴れを期待して楽しみたいと思います。それでは今回は私、高橋ゆいが担当しました。皆様良い週末をお過ごしください。ワン、それではまた、バイバイ。